98式校射機関砲とは1938年に日本陸軍が開発した合計 20mm の校射機関砲。フランスのチキス社製の機関砲をもとに開発された。98式砲などとも呼称された。第一次世界大戦で急速な発達を遂げた航空機に対処するため陸軍では対空火器の開発が進められた。軍は 低空で飛行する航空機に対処するために昇降計で発射速度の高い降車機関砲が必要だと認識し、昭和初期より低高度防空用の野戦降車火器として、合計13ミリ級の機関砲、中高度防空及び対地攻撃用の陣地降車火器として、合計37ミリ級の機関砲の整備を進めた。この過程で、 車載機関砲である92式車載 13mm 機関砲用の三脚化が開発され、野戦での降車が可能になった。また1933年には本格的な対空火器として、星期 13mm 降車機関砲が純正式化された。発射速度の高い星機は、抵抗度を飛行する敵機にとっては、脅威となりうる兵器であった。 1931年の満州事変を経て、大陸では緊張が高まることとなったが、この時期の航空機に対する攻撃は、降車法によるものを除けば、主として、不評用の重機艦銃を対空降車下に乗せて、あるいは、軽機関銃を降車姿勢に構え射撃することで、対処していた。しかし航空機の急激な発達、さらに陸上における装甲車両の発達を受けて陸軍は、 対空、対地療養の野戦校射火器を求めた。以後、陸軍における20ミリ校射火器の開発史を述べることとする。陸軍技術本部は1932年6月に審査会議を開き、各方面の意見を集めて必要な火器の調査を行った。この件は6月13日の審査会議を経て、 同月30日の軍事審査会で可決され、昭和8年9月14日陸密第456号において、以下のように研究方針が決定された。開発は、同金吉和中佐を中心に、東京陸軍造兵省で行われた。同金中佐は、落ちキス式の機関砲が最適と判断し、新型機関砲は、補社の機関砲を参考に開発された。 第一次試作品は1934年1月に完成し、同月から6月にかけて、機能試験、命中試験、陸軍不評学校及び陸軍騎兵学校試験、運行試験を一通り行った結果回収を要する点が認められた。第二次試作品は同年9月に完成したが、なお修正を要する点が見られた。第二次試作品を回収した新潟は、 姿勢94式や 1020mm 機関砲とも呼ばれ、同年11月に完成した8門は各種試験に用いられることとなった。姿勢94式法は15発入りの鼓状断層を使用し、また三脚や小巡部、激白器など各部の構造が後の98式とは異なっている。1936年6月には、 不規兵学校に委託しての実用試験を行い、それぞれの立場からの意見を得た。規兵側からは1000メートル以上の命中精度向上、車上射撃の簡易化、射撃準備時間の短縮といった点が挙げられ、改修に際しては、弊社能力を犠牲にすることもやむを得ないとの判決を得た。一方で不評側からは、兵社法がの開発は、不必要であるとの意見があり、姿勢法については、 若干の回収と高性能な対空観測具との併用により、おおむね実用に値しうるとの判決を得た。同年8月には、陸軍野戦砲兵学校に委託して、実用試験を行った。試験では、若干の回収により、自家距離1000メートル以下の中、近距離降車火器としておおむね実用に値し、また対戦車用としても精度は十分であると、 認められた。ただし、野戦火器としては、頻繁に行うと予想される、車上射撃を考慮する必要があり、まただ採用としては、大幅な回収を要するとされた。昭和11年11月には、自動車に積載しての運行及び射撃試験が実施され、同年12月には、騎兵学校において、自動化者搭載型の実用試験が実施された。 この試験では、気兵二乗時随伴可能な運動性を付与するには車体を早期式のものにすべきとされた。また同年末から翌年にかけて、試作型が満州における昭和11年度北満島マ試験に、教師され、低温化での実用試験を実施した。同試験では一部部品の強度向上、不評用の安定性増大、気兵用の運動性向上などの改善点が挙げられ、また、 作戦地域によっては将来的に機械化が必要となる可能性についても言及された。ここまで数年の期間にわたって各種試験を実施してきた本法であったが1938年には開発中の市政公社機関法に対し抜本的な改修が加えられることとなった。改修は初速の増大、各部の強化、栄光榴弾の使用、箱型弾倉の使用、 分解結合の容易か、単発射撃の廃止、伊手こ腰掛けの装備など広範囲にわたるものであり、回収した方に対し試験を実施したところ、その成績は、概ね良好であった。また、同時期には、本法を搭載する、早期式の自走式対空砲も完成し、明けの陸軍飛行学校で試験を行っている。昭和13年10月には、陸軍防空学校に、 ダサイ型の試験を委託し、長江座を使用する、要回収すれば、実用に値するとの判決を得た。同年12月には一連の審査の総仕上げとして、各種方がの運行試験が行われた。被験員型は、サスペンションの回収とが必要であり、また被験員用としては、重量不足による安定性の不足が指摘された。営用の運搬車は運行性 法律淵の容易性ともに適当であると認められた。半送機車搭載型も運行性、安定性、車上射撃時の操作性いずれも良好であり、車載用として実用に値するとの判決を得た。以上をもって本法の審査は終了し、1939年に98式公社機関法として正式制定された。なお98式とは、 開発年度である後期2598年のことである南京線で路角したらしき 20mm 降車機関砲。陸軍は同砲を用いて降車砲体を編成するとともに同砲を参考に2式 20mm 降車機関砲を開発した。98式降車機関砲は中距離以下の航空機に対して使用する極地防空用の降射火器であり、また、 開発時期の一般的な装甲車の防御力も鑑みて弊社による対戦車戦闘を行うことも想定されていた。本法の機構は昭和12年に正式化された97式自動砲と類似しており、両者は弾薬に互換性がある。作動方式はガス圧利用方式で弾層は 姿勢94式砲では15発入りの鼓状弾装を使用したが98式砲では20発入りの箱型弾装に改められた。射撃に際しての目標所限の測定において、距離測定用の測遠器が求められるが、機関砲対応装備として陸軍が整備したものが94式1メートル対空測遠器である。94式測遠器は250から8000メートルの 即挙が可能であり、射撃時には観測手が、蓄次距離諸限を報告していた。またいては法に付属する小準具により必要な、小準動作を行うが、迅速な射撃を行うために、簡易な貫式小準器をつけた例も存在した。本法は、野戦校射下器として、主事の陛下と共同して任務に当たれるように、開発段階で様々な運動方式が試験された。 方針、揺らか、消火、砲脚、火灯、車輪の6つの部位に分解して、馬に積載し、別に弾薬馬と観測馬をつけて運行する、形式である。また長江沢を用いて、馬1頭もしくは人力で万栄することも、可能であった。万栄型は、運行時に砲を運搬車に搭載し、別に前車をつけて、馬2頭で引く形式である。両車は共に整備されたが、 打サ型は1944年半ばには調達が打ち切られている。また本法は開発の早い段階から自走化が構想されており、自動化車搭載型、半装機車搭載型、装機車搭載型の3種について研究が行われた。自動化車搭載は、保式校舎機関法でも試験された方式であり、1940年5月には、フッツ試験場において、 本法の空砲の正式試験と合わせて94式6輪、自動貨車に積載しての車上射撃試験が行われた。試験では、いてがいまだ本法の扱いに習熟していないため誤差があると前置きしつつ、射撃精度は、地上射撃に比べて死座を使用する場合で2割、使用しない場合4割ほどの低下が見られるとしている。また、車台に使用する車種としては1940年に、 日産自動化社1941年にトヨタ自動化社について本法搭載型の整備が命じられた。自動化社搭載型は自走型で唯一整備が行われた方式である。半創機車搭載型は車台に98式、牽引自動化車を使用する形式である。前述のように試験では良好な成績を収めたものの、整備には至らなかった。 早期車搭載型は車台に97式形装甲車を用いるものであり、基礎車として試験が行われた。早期型そのものは有効な方式として認識された。ものの基礎車そのものは、車台の小ささなどから採用されることはなかった。後年には車台に98式形戦車を使用し、搭載法も、法画を改修した姿勢補機法通型を用いる達者。 同じく車台に98式系戦車を使用し、搭載砲に、本砲の派生型である2式 20mm 高射機関砲を連想化した、総連 20mm 高射機関砲の車載系を使用するぞ、記者がそれぞれ研究されたものの採用に、至らず、早期車搭載型が実際に整備されることはなかった。対戦中に、陸軍は主治の 20mm 高射機関砲を研究したが、 それらはいずれも本法の派生型という形で開発された。二式 20mm 降射機関砲は日中戦争初期に大陸で露覚したドイツ製ら式 20mm 降射機関砲を参考に新式の砲がを開発したもので断層も15発入りのものに変更された。同砲は、激砲とも呼称され、機械形陰系を、激砲 I 型、多連型を、 激砲2型、1943年頃に構想されていた早期車搭載系を、激砲3型と称した。このうち多連型である二式多連 20mm 高射機関砲とは、激砲を電動式に回収し、電源車を用いて、激砲6門と式装置を結ぶことで、式装置に配置された、小順守のハンドル操作により6門の方が、一斉に作動し、 射撃模式装置から行えるという画期的な防空用システムである。同法は昭和19年に制定されたもののわずかに16門が製造されたのみであり、東京やまた南方に配備されたに止まった。20ミリ機関砲の総連貨については昭和17年4月の同リットル空襲を受けて、にわかに本土防空体制の充実についての認識が高まったことで、 その必要性が認められ、同年11月軍事審議委員会で、校舎機関砲の総連式と自走式の整備が決定された。開発は、撃砲を総連化する形で行われ、総連 20mm 校舎機関砲として完成した。同砲は、即砲とも呼称され、機械経陰系を、即砲 I 型、前述の即車搭載系を、即砲2型と称した。また、 昭和19年には、総連型を専用の元登場に乗せた4式機頭、総連 20mm 降車機関砲が開発された。本砲は、地上固定式及び船始め式降車器として、製造が中止された98式砲の打材型及び、車載型に変わり、昭和19年から、小倉造兵省及び日立製作所で終戦までに500門以上が製造され、 1945年度火砲上達計画では1500門を製造する計画であった。また98式港の船始はじめ型である98式校車機関砲も同時期に170門が製造されている。アメリカ陸軍の野戦マニュアルに掲載された98式校車機関砲の図。98式校車機関砲が開発された昭和13年当時、 陸軍が有する降車機関砲部隊は、野戦機関砲、中隊13個のみであった。日中戦争初期の戦闘において、中国側は窓戦式 20mm 降車機関砲、ブレダ式 20mm 降車機関砲、ラ式 20mm 降車機関砲、ラ式 37mm 降車機関砲など数種の降車機関砲を諸外国から輸入して実戦に用いており、対空戦闘や、 対地戦闘に用いていた。これらの中には日本側に露客され、らしき20項やらしき37項のように陸軍の下方開発のサンプルになった例も存在する。98式項が初めて実戦に用いられたのは昭和14年のの門犯事件であり、ここでは当初の開発目的通りに対空戦闘のほか鉄鋼弾を用いての対戦車戦闘でも戦果を挙げた。 また、校舎砲、第一連隊の校舎機関砲中隊も当初は、らしき20校を装備していたが、昭和15年に98式校が配備された。本砲は、機関砲中隊、機関砲大隊、機関砲隊、飛行場大隊、船舶部隊などに配備され、太平洋戦争における陸軍の主力校舎機関砲として使用され続けた。主な編成は、本砲4から6門を装備する。 機関砲中隊であり、機関砲大隊は、校舎手段内に存在しただけであった。終戦時には、機関砲大隊12、独立機関砲大隊1、独立機関砲中隊61、野戦機関砲中隊67、特設機関砲隊69といった校舎機関砲部隊が存在していた。このうち、特設機関砲隊とは、戦争末期に、 陸軍の後者機関砲の不足を補うために、海軍から移管された広角機銃を主装備として編成された部隊である。初期において20ミリという光景は、対空兵器としてある程度効果があり、また、対空用途だけでなく、装甲車両相手にも有効だったが、戦争が進み航空機がより一層発達した時点では威力不足となっていた。 合計十七から四十ミリ級の後者機関砲については、対象十五年の兵器研究方針で、合計十七ミリの機関砲の研究開始が決定し、昭和初期より、対空、対地圏用の陣地火器として三十七ミリ機関砲の開発を進めた。姿勢砲は、昭和八年と昭和十年にそれぞれ完成し、姿勢十四式三十七ミリメートル機関砲の 名称で回収を加えつつ、各種試験に強されたものの連発機構の不具合は、なかなか解決できなかった。昭和12年には、本法に対しても、野戦での運用を可能にするために移動性が求められることとなり、有効射程については20ミリ機関砲を上回る、高度3000メートル、発射速度は、毎分110発という性能要求が付加された。一方で、陸軍は、 日中戦争初期の戦いで中国軍が運用していた各種公社機関砲の一つとして、らしき3 7ト、mm、ル公社機関砲を露格した。また、ドイツ系の商社であるイギス商会から輸入という形で入手したらしき37校も存在し、明けの学校で試験を実施している。短期間の試験では完全な調査を行うには不十分であったが、それでも、 なお本法の性能は優秀であり十分実用に値すると認められた。また、ドイツから兵器を購入することで関係が強化されると、ともに日本としても技術的に売る部分は多く、技術本部はらしき37校の購入が必要であると判断した。こうして1941年にドイツから10問を入手して試験を実施し、 合わせて1940年から設計を行っていた国産の姿勢 37mm 降車機関砲の開発も進めた。国産 37mm 機関砲は1943年に一式 37mm 降車機関砲として30問の製造が命じられているが民間に製造を依頼した部品の供給が不十分であったために実際に製造された数はごくわずかであった。 また同リットル隊による本土空襲を受けて37校の自走型や総連型、多連型の整備が命じられて製造命令が出されるに至ったものの最終的にこれらの整備は中止された。また太平洋戦争初期の香港、マレー半島でイギリス軍から母式 40mm 降射機関砲を旅客し小倉陸軍造兵将で 同法の国産化を試みたものの昭和20年5月に五式 40mm 高射機関砲として2門が製造されるに止まった。五式40号は海軍でも国産化に乗り出し、終戦までに横須賀海軍工廠で15機、豊川海軍工廠で20機を製造したと言われる。これら大航径機関砲の国産においては、バネの製造能力がネックになっていたと言われる。 2007年6月に東京国際空港新国際線ターミナルの造成工事現場から旧日本軍が使用していたと思われる公社機関砲が発掘され、報道陣に公開された。発掘された砲は、砲画の形状や電動装置などから二式タレン 20mm 校舎機関砲と見られており、また同地からは多連機関砲用と思われる式装置の一部や電源用のリール、 4式機と総連 20mm 降射機関砲、旧日本海軍の96式 25mm 降格機銃などが発見されている。詳細は外部リンクを参照。ありがとうございます。